はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、スターレジェンド10連ガチャ、回していきたいと思いまーす。はい。ハロウィンスタレですね。そろそろ新キャラ来るんじゃねえのっていうような感じなんだけど、まあ、その前に先駆けて、ハロウィンスタレです。はい。ただね、ハロカリがいないんだよね。今回も例に漏れず、前回のバレンタインクラリスの時もそうだったけど、いないんですよね。まあ、仕方ないんだけどね。古いキャラだから、キャラ調整ででも強くなったらさ、うわー、ハロカリ欲しかったーってなるのかな。ハロカリの調整正直マジで気になってきたわ。うん。クソ強くなってほしい。逆にね。ということで、まあ、今回スタレなんだけど、まあ、それはそれとして新しいキャラクターがやってきたので、評価自体は高いね、今回のスタレ。出現率はそれぞれ 10% っていう風になってるんだけど、ハロウィンキャラって昔はね、バカ弱いキャラ多かったんですよね。うん、って言ったら言い過ぎなんだけど、うん。まあ、昔はなんか、仕方なく出してたみたいな。って言ったらあれなんだけど、なんて言えばいいんでしょうね。なんか、まあ、ハロウィンね、とりあえずかじっときますよ、みたいなキャラが多かったというか、なんかファンアートみたいなキャラが多かったというか、どれを言っても全てが角が立っちゃいそうなんですけど、まあ弱かったんですよ。うん。なんだけど、まあ最近のキャラクターはね、そんなことはないというか、なんかすごい一芸を持った秀でたキャラクターが、フロレンス無限とかいうバケモンみたいなやつも来たし、まあリッチョも強いし、まあ多段ヒット数っていう解除において、このものの右に出るものはいない、ククルもいるし、うん。ハロウィンキャラクターはね、新しめのキャラクターが特に評価高くなってる印象があるんですが、そんなですね、新しいキャラクターたちが、目白押しということで、フロレンス、無限もいるし、まあ、あと、風ゆり子戦場で言うと、リッチョ、あと、ベインもそうだね、うん。まあ、あと、ポーション、オルポを振りまいて、かつなんか、キャラクターとして落とせる可能性があるティコ、闇のティコとかは評価そこそこ高いし、うん、ククル強いし、ビカラ強いし、うん、まあダーントも最近土子戦場でお世話になったよね。まあサポアビオンリーですけど、はい。でまあアザゼルはドリブルが上手くて、ロゼッタもドリブルが上手いと、うん、まあロゼッタはキャラ調整があるからワンチャン可能性があって、アザゼルはガチでドリブルが上手い。あと武器だね。トリート&ストレインとかはたまになんか強くねーとか言ってちょっと話題になったけど、まあ、多分あんま強くない武器ですね。ここら辺のキャラ解放武器、季節限定のキャラ解放武器とかは意外と評価が高くなる可能性がある。まあ、最終上限解放まだないんだけど、最終上限解放されると評価が高くなったりする武器たちが多くて、まあ、現状高いのはクリーピークローじゃない？まあ、今は、あ、どうなんだろう？今評価高くなってるかもな、ワンチャン。うん。HP が減れば減るほど余ダメージアップ。合気スキルを持ってて、合気排水。排水編成をする上でかなり評価が高いんですけど、うん。まあ、HP 減らしていけますよっていう場合においては、クリーピークローとかは、マジで3本とか、2本とか、2本だったわ。2本入ったりとかしてたんで、うん。そのあたりでも評価高い印象なんですが、まあ、そんなこんなで今回はガチャを回していきたいなというふうに思います。対戦よろしくお願いします。まあ、キャラクター手持ちはいるんで、まあ、武器狙いかな。まあ、持ってない武器出たらマジで最高って感じ。いくでいい。タイヤロはふはほしゃ次のハロウィン何出るんだろうな。なんか震えてきた。ブル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 。やめてくれ。そんな強すぎるキャラクターが出ちゃったら、僕の9万円が飛んでっちゃうよ。うわーして。肉バルのプレート。うん。SSL は確定ガチャ。いきます。さっこーい。さっこーい。ヘイセイテイ。お。トリート&ストレインの話をしたから。トリート&ストレインが出た時はね、このボルテージとか、レイジオブアックスって強くねみたいな。シエテ剣とかさ、そのあたりいいじゃん。シエテ剣とかそのあたりの状況だったからさ、レイジオブアックス強くねみたいな。ボルテージオブアックス強くねみたいな。そんな感じで言われてて、トリート&ストレインもワンチャン強いんじゃないとか言われてたんだけど、まあ俺はその時からちょっと懐疑的だったんだけど、今どうなんだろうね。強くなさそうだけど、あんまり強くなさそうだけど、無理くり使うとするなら、まあ、シエテオノ、まあ、あとスワンが出たね。うん、スワンでオノが出て、うん。まあ、あと、ビエントディスパーダがオノじゃないですか。はい。ビエントディスパーダがオノなんで、
まあ、ビエントディスパーダで斧枠稼いで、トリート&ストレイン使って、っていう感じ。まあ、でも、ビエントディスパーダ使うとするなら、カゴ効果量上げたくて、で、なんか、さらに追加でカゴがない、この武器を入れて意味があんのかっていう、ちょっとそのあたりもあるけど、うん。わかんないね。もしかしたら花開く可能性はあるわ。まあ、季節限定のキャラ解放武器は、そんな感じで意外と夢があるんですけど、トリート&ストレイン使うかは正直わからん。バイバイ。